なんかすげえでっかいムカデがいるんだけど、でかいね。これはでかいな。こいつはでけえ。でけえわこれ。こんなのいたら中入るの嫌なんだけどな。ああ、しまった。気づかれた。気づかれちゃったよ。でかいんだよね。でかい。でかい。10、10、7、8ぐらいあるかな。でかいね。でかいよ。うわ、こ、うわ、こ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 、もうやめて。もうこんなのいるとこに入るんか。っていうか思ったより水がない。もっとあるかと思ってたけどないね。うわ、ぬかるむ。あ、イモリがなんか結構いるんじゃない。あ、イモリがなんかいっぱいいるな。イモリが。水が澄んでるから、ちょっと目立つね、イモリが。一番手前のやつをちょっと撮影して。ホルストが鳴いてる。ここで、ここでイモリの妖精見つけられ、見れたらちょっと一個確信が持てるんだけどね。イモリが今日はなんかいるね。あっち動いてる。イモリが。これで7匹いるね。うわ、相変わらずぬかるむな。べちゃべちゃや。べちゃべちゃ。でも今日はそんなにカエルの鳴き声もしないよね。足がぬかるむよ。どっか近くにイモリいないか。こっち行ったらめっちゃ滑るんだよね。足を取られすぎる。やばい。いけないな。あそこちょっと見たいんだけどな。うわー、ダメだ。かなり持ってかれる。うわ、ダメだ。イモリ妖精はいないね。ただ水場として集まってるだけかな。
ガキ繁殖期には見れてない、私この場所知らなかったしな。あ、無理、さっきの子か、さっきの子がいる。でもなんかイモリがちょっと増えたり減ったりするね、ここ。一応コンスタントに来るの。あ、イモリがいた、陸にいるわ。これもあるからちょっと気をつけないとね。これは集まってきてるのかな。メスっぽい、メスっぽいね。集まってきてんだろうね。でもここに来たらイモリ見るけど、山の中では見かけないんだよな。ここに来るまではイモリ見ないもんね。別方向に行ったけど。うわぁ、もう相変わらず険しいぜ。ちょっとちょっとちょっと、よし。うわ、怖い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 。こっちに行ったらちょっとイモリ見れちゃわない。うわ、足がやばい。すごい持ってかれるわ。あ、いた、イモリ。うう、ここだったら少し取れるかな。なんだこの、はい、何この虫も、やめてくれ。ああ、体勢がめっちゃきつい、体勢がめっちゃきついわ。この子はちょっと柄があるね。あとは、あそこにもイモリがいると。ちょっと濁っててよく取れないけど、やっぱり妖精とかは見当たる。あ、あっちにもいた、ここにもいるじゃん、イモリ。妖精は見当たらないよね。繁殖してるんだったらここにこの時期いていいもんな。でもイモリいっぱいいるね、と、まあ、いっぱいって10匹いるかいないかだけど。うわ、足がすごいもん。お、こんなとこにもイモリいるじゃん。あ、金箔だね、この子。この子、金箔だ。なるほど、こっち側に上陸してるってことかな。こっち側で生活してんのかな。向こうでは見ないもんね、反対側では。ちょっと不思議だね。反対側の陸地では、あ、ちょっと鳥の、うん、まあ、この前池の中でも金箔の子見たよね。逃げられたけど、
なるほどね、行ったり来たりしてるってことかな。怖い怖い、ここマジで。ん？何これ？なんだこれ？あ、ヤゴ？あ、これヤンマっぽいね。ヤンマのヤゴ、抜け殻だ。んー、これ何ヤンマ？銀ヤンマかな。色味的にもちょっと銀ヤンマっぽいよね。違うかな。中にいるのも銀ヤンマなのかな。ちょっと、なんか雲の座ってる下になんだこれ、どういうこと。多分銀ヤンマよね。わからんな、トンボ見たことないからな、あんまり。おお、あ、ちょ、おお、怖い。おお、またヒメユリ、白いのか。ここ多いな、白いの。白いの。なんかどっか、これ、洞窟でもあるのかな。白いよね。ただ単純にこの環境が日に当たりにくいだけなのか。ああ、おうおうおう、逃げちゃった。また抜けされちゃった。よし、こんなもんだろうか。うわあ。うん。こんなもんかな。まあ、あ、なんかここら辺さっきイモリいたな。ちょっと開いた。気をつけないと、これだ、踏んじゃうからね、気をつけないと。さっきのイモリちゃん、まだこれといって、うっ、足が、うっ、目玉的なことはないけど、目玉的なことはないけど、通ったらまあ面白そうだもんな。まだいつ何が見れるかわからんからね。もうちょっと通ってみるか。よいしょ。怖い、帰りが、帰りもか、帰りも怖い。よいしょ。やべ、滑落しちゃうよ俺。よいしょ、やば。